7月12日金曜深夜3時半を回ったところです。今日もゲストが来てくださっておりますので番組ね、早速始めたいんですけれども、多分これ、まあ、ちょっと予定なんで、決定ではないんですけれども、まあ、BSTBS さんがやってる、サマーパーティーというイベントで、まあ、ハロープロジェクトの方たくさん出るんですけれども、まあ、今回私は、まあ、メインのところには参加しないんですけれども、もしかすると、物販コーナーの手伝いというのを何にも絡まないの残念だから、この間、担当の人に会って、物販の手伝いでもやらせてくださいよって言ったら、じゃあ来るなんてこと言われて、結構あっさり、いいよなんてこと言われて、まあ、ちょっと正確には決まってないんでわかんないですけど、もし、夏サマーパーティー、来られる方いたら物販覗いてください。私が T シャツを、どの T シャツを着てるか。なんだろうね、やっぱりりっちゃんがね、金子って書いてある T シャツを、着てるかもしれませんけれども、まあ、そんなところあったらぜひ声かけてください。よろしくお願いいたします。それでは、参りましょう。1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国。改めましてこんばんは。サブカル王道まっしぐら落語家立川志らのです。立川志らののサブカル天国、落語家一のサブカル志向の私が毎回好きなものを好きなように語ってまいります。もちろんメジャーなものも一歩進んだサブカル視点からキャッチしていきますということで、ゲスト先週に引き続きこちらの方です。では自己紹介一つよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。キュートで一番ガヤな萩原舞です。よろしくお願いします。ガヤ要員ですか？はい、私ガヤなんですよ。まともな話はできないから、まともな話ができないから、ナッキーとかが進行してくれてるのを、うん、何とか言うのが私の担当です。そういうのは好きなの？好きなんです。てかそれしかできないからやってるんですけど。いや、できることをできるだけやるのが人間なんじゃないですか。いや、いいこと、ありがとうございます。頑張ります。いや、でもどれだけ助かってるかってことですよ、そういうガヤ的なことが。だってこの間だって私だって、まあもう舞さんはご存知だと思いますけど、はい、コンサート行かせてもらって楽屋挨拶、まあ皆さんがね、大人の方がちゃんと、はい、よかったですよとか、ここよかったですよとか言って、わーなんて言って帰ってるところ、私がなんか おどおどしながらスッと現れて、はぁーって言いながら帰ってくっていう、はい、毎回滑ってるところをね、毎回楽屋で私が滑ってるところを見てらっしゃると思いますけど。滑ってないですよ、そんなに。そんなに。いや、そういうところ正直のが助かるんですよ。気を使われてるなっていうよりもね。うん、アンケート答えていただいておりますけれども、はい、チャームポイントはどこですか？目ですって書いてありますけど、やっぱり目が一番言われます？はい、言われます。ああ、目か。だから分かんないんです、どこだろうって。自分でこれ毎回、これはその話になるんですけど、自分で自分のチャームポイントここですっていうのって、なんかちょっとバカっぽいっていうか恥ずかしいですよね。でなんかなんだろうって思って、うん、ないんですけど、なんか、うん、なんかよくこう、なんか女優さんとか、うん、足が綺麗な人とかは、うん、足ですとか、うん、もうそんなこと言ってみたいって思うんですけど、うん、なくて、結構全身見たんですよ私、うん、これのアンケートの前に、うん、なんかなくて、そんなに自分がすごい押せるほどのところが。それはもう全体的に良すぎて。違います。で、割と嬉しそうだった。違います。うん、で、なんか、結構小さい頃から、目は言われたので。目ね。うん。目かな。目。目と、ほくろ。あ、ほくろで、前だってすぐわかるって言われますね。うんうん。あとどこ言われ、目、ここね、今日一人だからだけど、はい、お二人で来られた時はお互いに言い合ってもらうみたいなね、ことがあるんですけど。そうですね。メンバーとかで、こことか言われないの？やっぱり前はここがいいよねとかない？言われることって。外見とかじゃないと。うん、私も結構よくツンデレって言われるんですよ。うん、ツンデレ。うん。それってどうなんですかね？どうですか？言ったのであれですけど、なんか、素直になれないんですよ。うん。あれ、なんかそういう曲やられてますよね。素直になれないんで。でもなんかまゆみちゃんとか、いやそこがいいんだよとか言ってくれるんですけど、なんか最近それってどうなんだろうって思いますね。
でもこれ大丈夫ですか、違う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 、ごめんなさいね、2人とも同じような状況だからアドバイスができないっていうのと、あとその性格って変えられないじゃないですか。そうなんですよね。だからそれを周りが認めてくれ、だからそこで悩んでるよりも違うところ、いいところ伸ばした方がいいんじゃないですか。そうですね、まともな話をしてしまいましたけど大丈夫なんでしょうかこの番組は。伸ばします、伸ばしましょうね、ということで、じゃあもうちょっと行ってみましょうかね、私の印象本当はこれ落語家の印象っていうね、はい、項目があるんですけどね、立川志らのの印象はっていうことでこれ読みますけども、これひらがなで書いてあるの漢字が書けないってことじゃない、書きます岡井千里ちゃんと仲が良いかっこ笑いとなってますけれども、はい、これはどういうことなんでしょうか。逆に、うん、あの岡井ちゃんがよくなんかどうしたんですかとか言うじゃないですか、うんうん、でそっから始まるじゃないですか、千里、うん、もこう攻めるけど、うんうん、そうするとやっぱ仲いいなっていう印象があります。仲いいなっていうか、それはだから先ほど申し上げた場所通りずっと並ばれて、で関係者の方もいる、でメンバーも、でしかもコンサート終わった後の意気揚々のメンバーがうわっている中で、はい、こっちがなかなか声かけられないんですよ。あ、本当ですか。よかったです、でどこ良かったですかとかなんか言っても、こうなっちゃうんですよ、どうしても。あ、だからそっちから何なんですかって言ったら、何だってなんだよみたいなことからちょっとこういけるみたいな、めんどくさいですね私ね。でもおかえちゃんと仲いいっていうイメージがあります。いや、おかえさんがそうやってやってくれるから。そうですね、ってことなんですよ。確かに。でも、うん、やっぱそういう関係者の方とこう、うん、挨拶とかは、うん、やっぱり率先しておかえちゃんが、うん、なんかこう面白いことを言ったりとかするので、うんうん、結構和みます、そこの場は。いや、だからそれ、だからそれがどれだけ助かってるか、すごいですね、うん、いやでもそれ言ったら、前、横浜パシッコの、あの、はい、里山のイベントだったか、はい、あれの時に、私通路側に座ってて、はい、あの通路行ったり来たりする時に、はい、結構メンバーの方が、特にナッキーが、ね、と目があったりとか、はい、私だと知らずに近づいてきたら、はい、俺だってことが気がついて向こうもちょっとプッと笑うっていうことがあった時に、その関係者挨拶の時も、はい、舞さんが笑いながらこっちに近づいてきたんですよね、はいはい、あ、いたみたいな感じで、はい、あれがどれだけ助かってるかってことなんですよ、私にとってはね。嬉しいです、うん、そのきっかけで話し始めればいいんだっていう第一声が分かんないんですよ。あ、そうですね、うん、私も結構人見知りなので自分からグイグイいけないんですけど、うん、はい、うん、努力します。それじゃあ、グイグイいけない割にはなんか私のこと指さして笑いながら近づいてきましたよねあの時はね。でもなんかいると思わなかったです、白野さんが、うん、あそこに、うんうん、私もだ、いや、あれは今日外にいるあのスタッフの人の差配なんですよ、はい、だって ラジオ日本のメンバー一緒に行ってるのに、ちょっと離れて私だけポツンっていますよね、通路側だったの俺ここと思って偶然そこじゃないんだよ絶対。そうやってテレビに、あ、テレビ映ってたもんだって。あ、本当ですか。うんうん、モザイクかかってたけど、はい、一瞬切れて、はい、私だってわかる、なるほど、ナッキーが私に近づいてくる瞬間のところが、うん、ちょっと出てた出ちゃってましたか。そうなんですね、里山デビューです、私里山デビューですね私まだデビューあんましてないのに逆にそれ言ったら私前回のキュートツアーの、はい、アンコールでお客さんのところから出てくるっていう演出をされたところで、私2階にいたんですけど、はい、私の後ろを通ってたところをね、メンバーの人が後ろを通ったの後ろをこうキョロキョロするっていうユニクロを着てる男がいます、うん、あ、見てみますね私が完全に映ってました。でうちの番組のプロデューサーが横で手叩いて、いやー喜んでるっていうのがバッチリ映ってますんで、見てみます。はい、1曲目か、ね、2番の行く前ぐらいかな。見てみます。だいぶきっちりと。それ私忘れてて、普通に DVD 見せて、はいはい、やべこれ映ってるのと思って。でも本当結構映ってますもんね。映ってるよ。結構周りのファンの方も映ってるから、うんうん、鮮明に見えますもんね結構、うん。なんかモザイクとかかかってないですもんね。かかってない。はい。かかってないし、後ろついてきてるスタッフとかもバッチリ映ってるし。映ってますね結構。あちこち見えますもんね。見える。すごかったな、ね、ということで、じゃあ曲を一曲聴いてみたいと思うんですけれども、はい、これが新しい、もう出たんですね、出たばっかりの曲ですけれども、どんな曲でしょうか。はい、この曲は、うん、切ない歌で、ミュージックビデオが、うん、ちょっとなんかおしゃれな感じで、おしゃれな感じ、まだ見てないんでごめんなさい。いや、全然スタイリッシュな感じになってるんですよ、なんかちょっと
かっこいい感じになってるっていうか、アダムとイブよりこうちょっとなんかあんまりシンプルな感じの出来上がりになってるので、うんうん、ぜひミュージックビデオも見てもらいたいなって思います。わかりました。じゃあその曲を聴いてみたいと思いますので、曲紹介の方を一つよろしくお願いいたします。キュートで悲しき雨降り。1422ラジオ日本、立川志らののサブカル天国、落語家立川志らのがお送りしております。舞さん引き続きよろしくお願いいたします。以前これ、千里さんがいらっしゃった時にやったハロプロトークっていう、もうこれプロデューサーがやりたくてやりたくてしょうがないっていうコーナーがあるんですよ。はい。現メンバーに数字を振って、はい、ますので、我々がここでその誰がどれかってわからないんです。はい。で我々番号言って、で向こうでその番号はこの人ですよ、その人の話を急にしてくださいっていうのがあるんで、まあ、はい、でも知らない人はいませんもんね。全員口は聞いたことありますもんね。でも口聞いたことあるレベルの子が少ないですね、うん、最近。そうか、モーニングの若い人とかは、うん、9期10期、うん、基本喋れてないです私。あ、まーちゃん、うん、佐藤正樹ぐらいです私が喋れてるの。それ喋れてるっつっても、ね、接してるだけでちゃんとした会話の成立はされてない。成り立てないんです。成り立てないです。くっついてきてるから可愛いってやるんですけど、うん、基本喋れてないのでちょっと不安ですけど、うん、じゃあその思いも、はい、この子とね、もしあんま喋ってなかったらこういう話をしたい、してみたいみたいなのでもいいので、はい、じゃあ舞さん、じゃあ1から、34まで、番号がありますけれども、はい、一つ言ってください。じゃあ番号を。そうですね、数字10以上の番号分かります。分かります分かります大丈夫です大丈夫です。書いた方がいい。大丈夫です。30、うん、30、あ、やっぱ27。ちょっと何なんだよ27。はい、じゃあ27番はどなたでしょうか。お、竹内あかりさんということですけれども、野球好きで同じ、うん、一瞬にして舞さんの顔が曇りましたけれども。そうですね、竹内ちゃん野球しか愛せないぜって言ってて、結構知識が浅いって突っ込まれてることでおなじみの。そうなんですか。はい、竹内ちゃん。でもボーイッシュな感じ で、髪も短いですけれども、うん、うん、ダンスが、うん、激しいですよね。研修生からもやってますからね。そうですね、うん、あと何でしたっけ、今茶髪にしましたよね、ちょっと。え、そうなの。あ、そうなんだ。そうなんです、あ、なんか憧れてるんじゃないですか、先輩に憧れて。いや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 、でも、うん、なんか染めって正解だなって思ってました。へえ、それ当人に言ったことあります？言わないです。じゃあ今度会った時ちょっと言ってみてくださいよ。あ、染めたんだねぐらいから。あ、染めたんだねは言いましたよ。あ、言ったの。染めたんだねって、はい染めましたって言われて、うん、ねとか、うん、私本当に喋って で終わり。そうなんですよ本当に。うん、だからねとか、うん、二人っきりとか絶対に怖いですもん、先輩と、うん、あ、先輩って私と、うん、その10期とか9期とかも後輩の子と二人っきりになるとか本当に怖い、恐ろしいです。何が恐ろしいの。喋れないです本当に。だって普通に髪型やって、で、あ、でも前さんも髪そうですよねっつって、どうやってやってんの、美容院行ってんのとか、どこ行ってんのとか、そういう日常の会話ってあるじゃないですか。そうなんですよね、うん、日常の会話が出てこなくなっちゃって急に、うんうん、でなんかそのなんか上から目線になってもだなって思っちゃうんです。なんかいろいろ考えちゃって、うん、そうですよね、エレベーターわからないぐらいだから。お、上下だけの方がシンプルでいいなっていうね、上から目線がありましたからね。そう、だからなんかどういう風に接していいかわからなくて、うん、あと私より年上って子もいるんですよ、はい、ゆうこちゃんとかも、うんうんうん、前より年上だけど、うん、後輩っていうね、後輩っていう、うん、そういうのとかもあるので結構際どくて、うん、際どくねえよ。際どくない。別に普通だよ。どうして、でも普通に敬語で喋ってくれるし、うん、これって私も普通に敬語なんか何なんだろうって。いや敬語じゃなくて普通に話せばいい、それができないんだよね。そうなんですよ。うん、でも一回やりだすとなれるよ。私だって20歳年上の後輩いるもん。そうなんですか。もうじき還暦のやつね。おいこの野郎って言ってます。なんかそんぐらいのノリですよね。その方が向こうが助かるんですよ。ああ、なるほど。うん、だから笑いながら近づいてきてくれる方が助かるって私が言ったのと同じで、はい、そっちの方が後輩も怖いわけですよ。先輩に失礼があっていけない。でも先輩だったら大丈夫じゃない。うん、先輩から近づいてあげてください。そうですね。だからまあ次回までのまあこれは課題ということでございまして、はい、もう一人いきましょう。もう一回じゃあ数字言ってください。はい、じゃあ、うん、4。4。お、ナッキーでした。あ、やめますか。ナッキーはもう喋りましたからね、うん、別に、うん、ナッキー分かってる、うん、じゃあやめましょう、うん、はい。ひどいひどい。ナッキーの気持ちはもうどこでも喋ってます、うん、ブログ等で、うん、だから違う人にしましょう。はい、じゃあ違う人にしましょう。はい、じゃあ数字もう一回言ってください。10で10。あ、和田彩香、あやちょ、どうですか。
あの子本当可愛いと思います。私やっぱり女性から見てもあれ美少女だと思うんですか。美少女なんか雰囲気もやっぱり可愛いし、うん、それこそ男性が、うん、守ってあげたい子だろうなって。あーなるほどね、守ってあげたいって言われるとなんかあーってちょっと思ったけど、そういう感じ。当人はすごく芯がしっかりしてる人だから、そうですね、会って話すと違うんだけど見た感じはそうかもな。そういうイメージがあって、うん、こうなんかあの、まあ、服とかもちょっと清楚系だったりとかするので、うん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 、こうなんか女性だなって思います。なるほど、はい、ちょっと憧れる？あの足の長さ本当憧れますなんか一回インタビュー一緒になったんですよ。そんなに体型に悩みを抱えてる人には見えないですけどね。私本当抱えてます。どうこう足短いの？本当足短いですなんでだろうって思います。なんでだろうってなんか座高とか測るじゃないですか、うん、はい、で、あとなんか足が一番太るんです。私すぐ下半身に太るんですよ。あ、なるほど、太るところが足だっていうことね、はい、足と顔なので、うん、すぐ分かっちゃうので、うん、いいじゃないですか。もう足とかもう分かんないところにつくと知らない間に太ってるって。そうですね、分かるとこ出るとちょっとって言われるから気をつけたりするでしょ。まあそうなんですけど、うん、ナッキーもそれこそ出ないんですよ、足にあんまり、うん、ずっとあの足や体型維持できるタイプの、うん、じゃあどこに出んのよ。どこにも出ないのか。ナッキーは二の腕に出るって言います自分でそうなんだ、まあ、でもあみんなあんだね。あるらしいんですよ。へでも確かに足と二の腕って言ったら二の腕の方がまあ出てるなとは思うんですけど、うん、太ったら、うん、私お互い言えるんですけど、それは、うん、あ、まあ確かにみたいなこと言えるんですけど、うん、ちょっと足は本当どうにかしたいですねそんなに太ってんの？どんなに痩せたいの？でも逆になんかこの後お疲れ様でしたって言って立ち上がるのが恥ずかしいですけど、うん、そこに視線が下に行く、はい、すっごい恥ずかしいですけど、うん、はい、もうすごいなんかこう布で覆い隠して見えないように。そうなんです、なんかむくみやすくて、しかもすぐ、うん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 、だから30分ぐらい電車ずっと同じ電車とかに乗ってるとすぐむくんじゃうんですよ足が。はいだから足どうにか。そんなになんか太ったなとかいう感じたことがないので。本当ですか、うん、私のピークは中学校です。あ、じゃあいいじゃないですか。え、なんかもう中学校、今度見てみてください。あの、え、それお母さんのピークと被ってる頃。被ってます、被ってます。その時は私も太ってるプラスすごく中二病だったので、うん、もう顔もこうなんかすっごい中二病、中学生だからいいじゃないか。なんかもう生意気な顔してるっていうか、うんうん、もうなんかだから始まって、だからだって6歳からでしょ。そうですね、だからデビューしてだから2年で4年ぐらいの時か。はい、はあ、生意気な。ちょっと見てみてください。わかりました。結構もう今こんなに大人が、いや本当にやばいんだよね本当に。だって、結局今誰の話、あ、和田彩香さんの話でしたね。和田さんは細いな。細いですね。でも苦労してるって言ってましたけどね。あ、まあそうですよね、うん、大変だなみんな、という体型の話で女子会か確かにそうですねじゃあ曲をね聞いてみたいと思います。この曲はどんな感じですか。この歌は、うん、こう少しなんか愛が足りない足りないって言ってる、うん、女の子のお話なんですけど、うん、なんか私、うん、この知らない過去にまでジェラシーっていう歌詞があるんですよ、はい、それをメンバーで聞いた時に、うん、すごい可愛いねこれみたいな、知らない自分の過去にまでジェラシーを持つ女の子ってどんだけ乙女なのって話になって、でちょうど私が歌うパートなんですよ。でこの間感情を入れすぎてひっくり返っちゃって声がここ来るぞ来るぞと思ってすっごい格好つけるっていうか感情入れようと思ってジェラシーのところでか、うん、なんかひっくり返りそうになってなんかやっぱ自分ってついてないなって思ったんですけど自分でついてない、おい人生全部くくっちゃったよなんですけど、うん、でも本当に歌詞が一個一個女の子なので、あ、でもそれは舞さんもそう思った、その過去まで、それってそこまでっていう思ったんですけど、うん、過去にまでジェラシーっていうのはあると思うんですけど、多分でもなんか話してたのはメンバーと、うんうん、なんかその過去まあ、自分は知らないじゃないですか、うん、だから自分より愛されてないんじゃないか、はい、愛してたんじゃないかって思っちゃったりとかするのかな、比べんのかのかなっていう話をしてて、そしたらすごいなんか乙女だねって話してて、それ乙女なの？え、なんですか、重いんですかねいやごめん、俺乙女の時期がもう終わっちゃったからどう思いますか、じゃあそれ聞いてどう思いますか。いや比べられたくないって思うんじゃないのかなと思ったの、女性は。うん、確かにそうですね、うん、だからそんな、あ、女の人ってそう思ってんのかなっていうふうに思ったけど、でもこれ歌詞書いてんのは男だから、そう、つんくさんですねなんか何とも言えないですね、 そこは女性目線ではないかもしれないなってちょっと思っちゃうところはあるんだけどね、まあ確かにそうですね、うん、女の人割り切るじゃない、
あ、まあ確かに割と過去は割り切りたいですでも男の方がぐじぐじ言ってる方だと思うから。あ、そうなんですか。うん、そんな感じがした今話聞いてて。あ、なるほど、うん、まあこれ人それぞれだと思いますけどね、はい、じゃあその、声がじゃあ裏返ってないバージョンの方を聞いてみたいと思いますので、はい、曲紹介の方を一つよろしくお願いいたします。はい、それでは聞いてください。キュートでアダムとイブのジレンマ。開局55周年、1422ラジオ日本、立川白野のサブカル天国、エンディングの時間になりました。2週にわたってキュート萩原舞さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。アダムとイブのジレンマの曲紹介は3回取り直しましたそこ言っちゃわないでくださいよ。かっこよく締めたみたいになってたんでお願いします。これ裏返ないバージョンをね聞きたいなと思ったらちゃんと聞かせて裏返してくれたんで、そうですね、で安定ですね。やるかなと思ったらやっぱり取り直しましょうってことだったんで、はい、取り直したら間違えるっていうことで3回目でようやくよかったです。 OK が出ましたということを報告させていただきましたどうでしたか番組。なんかすごい緊張されてるみたいな話してましたけど。緊張したんですけど、うん、でも旬野さんと2人っきりで話すことって本当になかったので、うん、ないですよね。今後もないと思いますけど、そうですね。また楽しかったです、うん、え、なんですか。楽しかったので楽しかったのでまた来させていただきたいです。はい、わかりましたまともなことを言わなきゃいけなくなった途端にあの緊張しちゃう、緊張するんだよね、はい、では緊張タイムが続きます。はい、やってまいりました告知の時間でございます、はい、頑張ります原稿を持って肩をぐるぐる回しました。頑張ります、じゃあ最後までたどり着けるかどうか分かりませんけれども、はい、告知の方を一つよろしくお願いいたします。はい、それではいきます、はい、キュート22枚目のニューシングル両A面で悲しき雨降りアダムとイブのジレンマが7月の10日にリリースしています、うん、そして続いてキュートのライブ情報なんですけど、はい、音玉、うん、C スタジオ2013キュートキューティーライブ2013サマークイーンオブ音玉が8月の1日木曜日に始まりますので、はい、やりますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思うんですけど、はい、うん、そしてキュートの武道館コンサート2013、うん、クイーンオブ J-POP たどり着いた女戦士が9月の10日火曜日キュートの日に行われますので、うん、ぜひ武道館なので来ていただきたいなって、そうね、うん、思います、うん、そしてその前にキュートのハローメンバーが総出演している、うん、ハロープロジェクト2013サマークールハローそれぞれ混ぜ工事が7月の27日、うん、土曜日大阪オリックス劇場からスタートするんですけど、うん、東京は8月の3日4日17日18日中野サンプラザで行うので、うん、ぜひ遊びに来てください。終わったっていうね笑顔、満面の笑顔よっしゃ終わったよ終わったよ誰に言ったんだよ終わったよって、それぞれ混ぜこうぜ、またいろいろと大変だよねこれ。でももうこの名前の通りですね本当に、うん、それぞれで混ぜこぜですだって混ぜこぜの場合はだっていろんな組み合わせがあったり、そうですね、だって里山だけじゃなくて海の方も始まるんだよね。そうなんですよ、うん、でもそれぞれのその歌とかも結構ファンの方が好きな歌が結構多いので、うん、ぜひ来てほしいなって思います。両方行かないとダメだと。はい、1日3公演とかあるの本当大変だよね。そうですねあれお客さんも大丈夫かって思うそうなんですよ、お客さんも大変です本当に、行けるとこあったらね皆さんもぜひ足を運んでください。お願いします、本日の感想などもお待ちしております。明日だけ申し上げます、メールの方はシラノアットマーク jorf.co.jp シラノは SHIRANO です。シラノアットマーク jorf.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本、立川シラノのサブカル天国、各係まで送ってください。番組ツイッターシラノ1422、シラノ1422でやっております、300人、もうじき300人ぐらい行きたいんでね、よろしくお願いいたします。私、いろいろとドラマ、NHK の BS プレミアムの方で、8月11日人生成り行きという立川談志をモチーフにしたドラマ、主演が小出圭介さんです。この番組的には真野恵里奈さんがおかみさん役で出ます。これすごいんだよね、うん、で私は師匠 B の役で出ております。結構落語やるシーンもあるし、結構セリフもちゃんとカットされてなければうちの師匠の志らくとの掛け合いのところとかもありますので、ぜひ見てください。よろしくお願いいたします。ということでまたぜひ近いうちに来てください、はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日の相手は私立川志らのとキュートの萩原舞でした。それではまた来週お耳にかかりましょう。むくみやすい、むくみやすい、後でチェックしますからねやめてくださいわかりました